はようございます。私とおばあちゃんです。今日は朝起きて温泉に入って朝ごはんを富士山と一緒に食べてここに来ました。お、あ、アジサイ、アジサイも食べますね。めっちゃ綺麗だね。今家族旅行してます。あります。小さ。なので大きな船に乗ってもいいし、アヒルのボートに乗ってもいいし、ロープウェイで上まで登ってもいいし、いっぱい楽しめます。おはようございます。じゃじゃん。今日は弟とこれをつけて、これ何ですか？それは腰巻きのライフジャケットです。腰巻きライフジャケットをつけてそれに行きたいと思います。クルージングですね。これです。楽しみ。腰巻きなんで腰に巻いてくださいね。なんか落ちちゃうよ。ゆるくない？どうしたらいいの？締めて。こうか。こうですかね。はい。もう行けるんですか？行きましょう。行きましょう。降りたところです。あ、きつくなった。うん。おばあちゃんとママはホテルでお留守番してます。ホテルの中から見てくれるそうです。おお、気をつけて。おお、アヒルさん、もうすぐ出発です。イエーイ、初めてです、クルージング。はい、すごい、あれも初めて。はい、初めてです。すごい。もし落ちちゃってもこれがあれば大丈夫。あ、膨らみます。膨らむんだ。あそこにおばあちゃんとお母さんがいます。見えない、ね、出発だよって言ってあげたら、うん、いいの？じゃあ少しずつスピード上げていきます。はい、どんくらいのスピードが出るんですか？だいたい70キロ。70キロ、はい、速いね。結構速い。すごい。
た。富士山。富士山。マウント富士。と、弟です。弟です。マサです。マサです。マサです。安全。富士山の近くまでやってきました。もうクルージングも残りわずかです。結構飛ばしましたね。飛ばしまして、もう髪の毛が70キロでしたっけ。最高70キロ出るそうです。めちゃめちゃ飛んでマサなんて落ちてたね。転がり落ちた。でも一応安全なベルトがあるので。ママから電話来ちゃった。ママから電話出ます。はい。ママとバーバーです。止めます、うん。あっという間だった。お兄さん時間サービスしてくれたのであっという間だった。ありがとうございます。会社さんですか。ナチュラベースっていうお店です。ナチュラベース、はい、で調べたら出てくる、はい、ナチュラベースです。止めるの、ね、あれですよね、カヌーもできるし。そうです。あと自転車、自転車もバスワンボードとか、エンジンだけたまらない。そうですね。おお、かっこいい。かっこいいね。かっこいい。楽しかった。ありがとうございます。今日連れてってくれた船です。山梨。山派なんですね。そうです。うん、はい、それでは次に行きましょう。はい、行きましょう。でもお借りしました。ありがとうございます。はい、海外の方がみんな見てくれるので。あ、そうなんです、はい、紹介させて